マウリシオマクリはアルゼンチンの政治家。第57代大統領。1959年ブエノスアイレス州タンギル生まれ。父親はイタリア移民の実業家のフランチェスコ・フランコマクリ。アルゼンチンカトリック大学で土木工学を学ぶ。父親の経営するソクマグループの企業でアナリストとして働いた。十二歳の時に誘拐被害に遭うが、 ミノシロ支払いの後に解放された。1995年12月3日から2007年12月4日にかけてアルゼンチンのサッカーチームのボカジュニアーズの会長を務めた。2008年2月27日にまたボカジュニアーズの会長に復帰するも同年6月2日に会長職を辞した。2005年に国会議員に当選。2007年に 国会議員の職を辞任した。2007年、ブエノスアイレス市長に当選し、同年12月10日に就任する。2011年、ブエノスアイレス市長に再選された。2015年、アルゼンチン大統領選挙に、共和国の提案の代表を務めるマクリは、経済の自由化や投資家重視の政策を訴え、出馬した。急進市民同盟と、市民連合ともに統一戦線、 変革を結成する。10月25日の第1回目の投票では、正義党のダニエル・シオリ候補に負けるものの、決選投票に勝って、11月23日に当選を果たした。2015年12月10日より、アルゼンチン大統領に就任した。中道派政権とされる。2016年11月4日、アルゼンチン大豆輸出税率引き下げが延期された。 リカルド・ブルジャレー農産業大臣は10月3日、想定を上回る深刻な景気低迷で、税収不足に陥っていることを背景に、2017から19年における大豆の輸出税率を引き下げスケジュールを見直す方針を発表した。2017年5月18日から20日、公式実務訪問品格として、日本国を訪問。訪日の際に、 日本国政府より大勲域課題受賞を授けられた。2019年の大統領選挙では再選を果たすべく立候補したが、2018年8月、本選挙に先立つ予備選挙で左派の野党候補であるフェルナンデス元首相に敗北。アナリストは一斉にまくり敗北を織り込み始め、市場ではアルゼンチンペソがさらに急落したほか、フィッチレーティングスは アルゼンチンの長期発行対価付けを CCC にまで落とし、一時は事実上のデフォルト状態にあるとまで認定した。チリのセバスティアン・ピニエラ大統領とブラジルのジャイル、ボルソナーロ大統領と基本的にマクリ氏は中道右派と報道されている。また、アルゼンチンにおいて二大政党の正義党にも、急進市民同盟にも属さないということ、そして実業家出身ということで、 注目されている。なお、14年ぶりに与党となった、急進市民同盟は、中道左派とされている。新自由主義に反対した、正義党のネストル・キルチネルと、クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルの全政権と異なり、市場原理主義的な政策を開始した。2001年以来となる国外でのアルゼンチン国債、発行を行って、米投資ファンドへの借金返済に充てると同時に、 国内では社会保障支出削減等の緊縮財政を推し進めるとしている。全政権のキルチネル夫妻と比較して、新米的であり、反米的な政権が南米で次々と倒れた保守の波現象を代表する政治家である。ベネズエラのニコラス・マドゥロ政権をはじめとする反米的な南米諸国と対決し、2018年4月にアルゼンチンは、 キルチネル夫妻が結成に関わった南米諸国連合への参加を他の新米的な南米諸国と共に中止し2019年3月には南米諸国連合に対抗する新たな地域連合としてチリの首都サンティアゴで結成されたラテンアメリカの進歩と発展のためのフォーラムに参加した。前政権のキルチネル夫妻と親密だった中華人民共和国との関係の見直しも掲げ、 秘密条項も入れた50年契約で中国人民解放軍に敷地を借り上げられ野党やアメリカなどから主権の譲渡や軍事利用を懸念されていたパタゴニアのネウケン州にある人工衛星追跡基地の新宇宙ステーションを民間利用目的に限定することで中国と合意して協定を修正したキルチネル政権で購入が契約されたレゴ型コルベット FC-1 戦闘機、VN-1 不評戦闘車の導入を中止し、アルゼンチンの排他的経済水域で違法操業を行う中国漁船を沿岸警備隊に撃沈させるなど安全保障で妥協しない姿勢を見せた。しかし、財政面で脆弱なアルゼンチンは、中国の支援を必要としているため、2018年のブエノスアイレスでの G20 では、 警備に必要な警察の装備を供与され、90億ドル規模の通貨スワップ協定も締結していた。国内経済では、ドルの為替自由化に伴う通貨危機、アルゼンチンペソの暴落を招いた。就任時代ドルレートで9.83ペソだったものが、任期を終える頃には50ペソを超え、米国安全保障取引委員会は、アルゼンチン経済を超インフレと査定した。国は、 マクリ大統領の就任期間中に世界最大の債務国へと転落した。ただ、この転落はそれ以前の政権や前政権から面々と続く負の遺産がマクリ政権下においておりやしく健在化したものだという見方もある。2016年に公開されたパナマ文書に大統領本人名義によって租税回避が行われていたことが記されており、 アルゼンチン検察が捜査を開始したほか、マクリの辞任を求めるデモなども起きている。二度の離婚歴があり、最初の妻との間に三子がある。2010年に結婚した三度目の妻フリアナとの間に、女児を設けている。マクリーガトーの落書き、ボールセローズ・ビシュースは直訳すると、空っぽのポケットという意味になる。マクリーガトーとは、 政治家で実業家でもあるマクリの大統領就任を揶揄するため作られた用語である。もともと猫はアルゼンチンの隠語に由来し1930年代華やかな都市文化化において女優やスター歌手のパトロンとなった人物を表した。これはある種の売春行為を暗揄するものとして人口に解釈し、さらに90年代からは皿洗いや清掃など 最低の仕事を果たす役割という意味が加えられた。いずれにせよ、ある中心的な人物というよりは、その周りで立ち振る舞う役であり、彼の政治的無力さを揶揄するニュアンスが込められている。ありがとうございます。